搬送中、船のすぐ横にクジラが浮上し潮を吹く。今でこそレーダーやジャイロコンパス、通信機器の常用からエンジンを止めての搬送中も発電機だけは動かしているため、その響きでクジラがあまり近づかなくなったが、つい10年ほど前まではその発電機も止め、夜など石油ランプをつけて航海していたから、普段は音に敏感で船に近づかないクジラも、大きい物体が水の中を動く気配に仲間が泳いでいると思って近づいて潮を吹くのだそうだ。クジラが来たぞ、潮を吹いてるぞの声。学生たちが甲板に集まるそのドカドカという足音に、船だと悟ってかクジラはゆっくりと波間に姿を消していく。